はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は画面にありますようにプラグインアライアンスの SPLPQ というパッシブイコライザー、このお話をしていきたいと思います。まあ何せとっても優秀なイコライザーです。聞きがとてもよくって、そして音楽的にもとてもよく考えられています。今画面に10時間7分というふうになっていますが、キャンペーン中です。でもこの動画を見られるときに間に合うかどうかは分かりませんが、通常は349ドル、日本円で言えば5万円近いわけですね。でも 49.9 ドル。ですからこういうときに買わないといけません。僕も約1年近くこれが発売になってからですね、いいなというのは分かってたんですけれども、やはり高くて手が出ませんでした。安い時でも120〜130ドルということで2万円近い費用がいりましたので、今回は僕はこの 49.99 ドルにクーポンを使ってですね、約25ドルぐらい、3千数百円で手に入れました。そういうチャンスが今後もあると思いますので、皆さんもぜひそういう時にゲットしましょう。ということで、これを深掘りしていきたいと思います。これはですね、サウンドハウスで見てみると、113万飛び580円ということでですね、イコライザーとしてはものすごく高いです。なぜかというと、パッシブ EQ だからというのも言えます。通常のアクティブ EQ というのはですね、トランジスタや IC チップで音を増幅したりして EQ カーブを作っていきますが、パッシブタイプというのはコイルで作っていく。僕はハード的なことはよくわかりませんけれども、その部品自身がとても高価です。そして何がいいかというと、一言で言えばナチュラルです。増幅した音というのはどうしても歪みが生じます。でもこれはですね、とってもクリアだということが底辺にあります。そして SPL 社が開発した 120V トゥールテクノロジーという技術で、単純に言えば約4倍の高性能なチップになっています。特にダイナミックレンジ、いわゆる小さな音から大きな音、この微妙な感覚がわかりやすく言えば、4K テレビとハイビジョンみたいに4倍の差があるわけです。ですからテレビで言えば高精細になりますが、音もそのような形で処理されるということらしいです。そういうことで SPLPQ の特徴をまとめてみましょう。すべての事柄は後で説明をしますので、ああそうなんだというぐらいに聞いておいてください。プロポーショナル Q というのがありまして、通常の Q とは違うですね。隣の周波数同士のつながりがとてもナチュラルで音楽的な要素を持ちます。次はオートリッスン。これはプラグインアライアンスのソフトにはたくさんあるんですけれども、つまみを触っているときにその周波数だけがソロモードになる。周波数を探ったりするのが便利になる機能です。そしてこの EQ ならではの機能がオートバイパスという機能で、何秒かに1回自動的にバイパスされます。なんでそんな機能が必要かというと、パソコンの近くにいないで少しスピーカーから離れて音を聞きたいというような時にマウスが手に届きませんよね。遠いところで聞きながら冷静に視聴者の立場になって聞いてみるということができる機能です。そしてこの EQ は全てにオンとオフのスイッチがあります。入れてみる、切ってみるということが簡単にできます。もしそれができないと、切るというのはダイヤルを一番左に回すとか、そういうことが必要で、また同じところに戻すのが大変だったりしますが、スイッチで切ったり入れたりできるので、とても様子が分かりやすい。そしてプラグインアライアンスならではの MS モードというのがありまして、
レフとライトのステレオではなくって真ん中のミッドとサイド、この方式に世界で一番ノウハウを持ってると言っても過言ではない MS モード、これを持っていますので音像に立体感がものすごく出ます。そして TMT チャンネル、これはあまり効果がわからないんですけれども、アナログの機械というのは1個のチャンネルずつに微妙な音の違いがあります。それを再現しようという特許技術です。次は THD のサチュレーションです。アナログならではのあったかさとか微妙なノイズ、そういうものを再現するものです。そして一番最後には4分の1のゲインというのがありまして、通常はプラスマイナス20のゲインが動かせるわけですけれども、それを最大でプラスマイナス5にできて、その間とても微妙に動かせるマスタリングとかにとても良いようなモード、これを持ち合わせています。では実際の操作に行く前にこのプロポーショナル Q を図解しますので、よく頭に叩き込んでください。プロポーショナル Q に反してコンスタント Q というのがあります。もちろんそれはどちらかを選べますが、通常画面にあるようにイコライザーをかけるとまあこんな風になっています。もちろん Q 幅というのがありますので、この一つの周波数はこのように左右にも動かせます。だいたい余裕もありますので、このぐらい重なるところまで動かすことができます。もちろんゲインというのはこの高さです。どれだけアップするか、もしくは下にダウンするか、このようにしますし、 Q というのはこの幅です。どこまで影響させるか、 Q を細くするとこの部分だけとかいうようなことができるようになりますし、 Q を細くすることの究極はこのように尖ったナッジです。ある程度幅はありますけれども、このようにしてですね、あまり他のところには影響しないでビューンとこう上げたり下げたり、その部分だけをコントロールする、こういうことができるのが Q の考え方です。そこに実機の PQ にはですね、ハイパスフィルター、ローパスフィルターというのはありません。ないですから、これがとても低いところまで設定ができるようになっていますし、もちろんこちらもですね、人間が聞こえる 20kHz、 それを上回るところまで制御することができるようになっています。ソフトウェアの方の PQ にはですね、ハイパスフィルター、ローパスフィルターというのがありまして、これでどこまでカットするか、こういうようなハイパス、ローパスをかけることができます。ハイというから高い方じゃないですよ。ハイパスというのはこちらの方です。今赤くしましたけれども、ローパスというのはこちらです。いわゆるローをパスする、通すという意味ですから、ローだけ通してハイは通さない、こうすれば意味が分かりやすいと思いますけれども、こういうふうにハイパス、ローパスフィルターもついています。そしてゲインが20から5というふうになっていますけれども、このように書くとこうなるわけですけれども、通常は20まで上げたり20まで下げたりできるわけです。でもこのモードが5になるとですね、ちょうど拡大したようにこんなふうになるわけですね。拡大されましたから、こうやって微妙に動かしたりすることができるようになるわけです。マスタリングであとちょっとというような微妙な操作ができるようになる、これが4分の1ゲインというものです。大まかに PQ のイコライザーカーブについて説明しましたが、ここまで理解できましたでしょうか。はい、それでは実際にやっていきましょう。今日はベースの音でやってみたいと思います。まずは適切なゲインステージング、これができているものというふうに考えます。
ゲインステージングができているということは、左の方に VU メーターがあります。この VU メーターでスケールを18ぐらいにしたときに、 VU メーターの0をまたぐぐらい、これぐらいに設定する。そうするとマイナス10デシベル前後ぐらいのところで動くようになります。じゃあゲインステージングを見てもらいましょう。はい、ゼロ位置を前後に振っていますね。そして下のフェイダーを見るとマイナス12のところを少し上に上がっています。いわゆるマイナス10デシベルぐらいで移動しているということになります。このようにゲインステージングができているものとします。もしゲインステージングがうまくいっていない、いわゆるゲインが小さすぎる場合はですね、スタジオ1の場合は左の工具マークから入力コントロールというのを出しますと、ここでゲインの調整ができます。ここで合わすようにするわけです。今のところうまくいっています。このフェイダーが01、こういうところをユニティゲインと言ったりしますけれども、この位置でやらないと意味がありません。こんな風になっていたらですね、これではゲインステージングをやっている意味がありませんので、必ずですね01、ここで確認をする、これが重要です。そして適切なコンプレッサーがかかっています。これも最近購入したものですけれども、これで一旦バイパスをします。この VU メーターでも確認します。はい、こちらはマイナス18していませんので、ヘッドルームというんですけれども、その設定をしていませんので、こちらの方ではマイナス10デシベルのあたりを振って見えます。これでほぼ両方の VU メーターで正確な位置で動いているということです。ここでコンプレッサーを入れましょう。ゲインディラクションを今度は見て、どれぐらい抑えられているかちょっと確認してください。今日はコンプの話ではありませんので、ここらはさらっとだけいきます。はい、約マイナス10デシベルゲインディラクションしているということになります。先ほどと音があまり変わらないと思います。音の大きさは全く入りと出を同じようにセッティングしているからです。もう一度聞いてみましょう。それはここのアウトプット、ここで調整ができます。はい、このようにバイパスしてもほぼ同じような音になるようにコンプレッサーは調整しています。ただしゲインディラクションがしているということはですね、大きな音は小さく抑えて、小さな音は持ち上げて、あまり乱高下がないようにコンプレッサーで整えている、この言葉がいいかも分かりませんが、このようにして整えているわけです。はい、そうしましてベースの基本ができています。ここに今日の本題であります PQ、 このイコライザーを入れていきます。はい、これが PQ ですのでここに入れます。はい、僕は赤色にセッティングしています。ここで自分の好みで入れれますし、本物も赤いもの、オールブラックという真っ黒のもの、そして
ブラックという真ん中が銀色をしているもの、その3つがあります。わかりやすいようにレッドにしておきます。そして一旦リセットします。まあもうリセットされてますけれども、この状態です。そうしまして、いろいろ方法はあると思うんですけれども、プリセットでベースというのを一旦入れてみます。ここにベースギターとついたプリセットがありますので、これを選びます。このイコライダーは主にマスターで使われるんですけれども、トラックででもとてもうまく作用します。ざっと見てみましょう。左から 34Hz、 そしてここが 66Hz、 次が 630Hz、 そしてこちらが 2kg ぐらい、一番高いところが 3kg、 そのような構成に今はなっています。それらが一番上のノブでゲインを整えているわけです。そしてプロポーショナルは入っていません。プロポーショナルというのはこのスイッチのことです。このスイッチを入れると、どちらかといえば機器が緩くなったようになります。この状態で今はステレオモードのままやってみましょう。バイパスします。はい、エッジが立っていいですね。もう一回入れますよ。よく聞いててください。おお、いい感じです。プリセットだけでも素晴らしいですね。では今度はこれを MS モードにしてみたいと思います。ベースですからあまり MS モード聞かないです。なぜかというと、センター寄りな音、そして通常サイドモードになるちょっと高いところの音成分というのがないわけです。ですからあまり変わりません。MS モードとステレオモード、これを途中で入れたり切ったりします。今 MS モードです。ステレオモード。もう一回 MS。 はい、ここでモノメーカーを付け加えます。これもあまり大きな効果はありません。そしてここにはステレオワイドがありますけれども、これはベースの場合はあまりしない方がいいですので、これはこのままにしておく方がいいでしょう。ただしステレオモードで今リンクがかかっていますけれども、ハイパスフィルターで 30Hz 以下は切っています。そして高いところは 6kg、 7kg、 ここらでも切っていますが、ここは大胆にもっと切ってもいいです。っていうのは、そんなところにほぼベースの成分がないからです。ローパスフィルターをもう少し下げていきましょう。はい、このようにしておくと、耳にはそんなにも聞こえない、いわゆるうっすらとした高音成分がもうカットされます。このカットされるというのは、ミキシングにおけるかぶりといいまして、他の楽器との周波数区分をなるべく分離させるときにやるテクニックです。余計なところはもういらないというようなイメージで撮っていただけたらいいと思います。この上の5つのイコライダーも、この2つの領域は何も変えていません。何も変えていないということは、これを切っても大きな大差がないということです。このモードと B のモードということで、そっくりそのままコピーをしまして、
B の方にペーストします。これで A と B が今同じになったわけですけれども、B はこのようにこういうところを仮に切っておいたとします。変わらないはずです。では A と B 聞き分けましょう。はい、B。このように変わりません。じゃあこの B の方をこれも切ってみましょう。いわゆるミッドハイというところですね。かなりここで2キロあたりをアップしています。それでも僕はあまり効かないと思います。まず A から。B。ちょっと輪郭が変わりました。ということは、この B のところをもっとプッシュします。この2キロあたりのところで輪郭が作れるということになります。ちょっとやってみましょう。A から。B。このようにですね、2キロぐらいのところで思いっきり変わりました。この辺のところに輪郭を作る部分があるということです。じゃあこの辺の球をもう少し広げましょう。はい、その分ここにローパスフィルターがかかっていますので、ここも少し開放するようにします。これで A から B 聞いてみましょう。B。 Q を変えていきます。はい、細くすると効かなくなります。こういうことをするときはオートリスンは切っておく方が分かりやすいかも分かりません。もう一度B の Q を変えていきます。こうなると影響が少ないです。でもこれを上げると、Q と周波数の関係というのはこのようになっていますが、ここでローパスを思いっきり切るとですね、これまた効果が少なくなります。このように周波数と急カーブの関係、そこにローパスフィルターの持っていく場所、ここらが重要になってくるということです。今のところでの勉強というのはですね、2キロヘルツぐらいのところにベースの輪郭を作れる場所があるということです。じゃあこれでもう一度調整をしていきましょう。こうしてバイパスさせると分かりやすくなります。これを入れた方がいいか悪いか、それを判断するのにこのスイッチはとても有効です。このように作っていきます。今度はボーカルでテストをしてみましょう。ボーカルにはディエッサーが入っています。ちょっとこれだけで見てみましょう。
今ウェーブが流れましたけれども、そこで白くなっているところ、そこがディエッサーがかかっているところ。ディエッサーというのはサシスセソというような歯ぎしり音ですね。この音を軽減させるためのプラグインです。これが入っています。そして2つ目にはコンプがかかっています。そしてこのイコライダーです。今度は MS モードにしておきます。そこで左右の広がりを上げていきます。ここですね。これをずっと上げていきますので、立体感がどうなるか聞いてみてください。上げます。多分 YouTube ではあまり分かりにくいと思います。僕が今ヘッドホンでモニタリングしているときは、広がりがある程度は分かりました。この広がりというのはトラックでは効果が分からないと思います。後でマスターで聞いてもらいます。じゃあここで音のところを作っていきましょう。ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダンダンダダン、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 ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン。この辺を上げていくと、先ほど消えかかっていたビュンビというのがだんだんジュジュ、これが出てくるようになりました。今度は低域の方に移っていきます。ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン。これでプロポーション、これと比較してもらいます。 B の方は A をコピーして B に持っていきます。そうしまして B の方はこれを切っておきます。今 MS モードになっていますので、こちらはあまり影響がないと思います。ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、 A にします。ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン。はい、プロポーションにチェックがかかっている方、僕のヘッドホンには少し柔らかくなってエッジが切れたようになります。ミックスの中でもしこれであれば埋まってしまう可能性が考えられます。僕はこの B の方を選択します。なおかつこの辺ですね、ちょっと高音が強いかなというふうに持っていってみます。ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダンダン、ビュンビバンダ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 ダン、ビュンビバンダンダン、これぐらいくっきりめにしておきたいと思います。今度は全体で聞いてみましょう。PC で聞いてくれてる方はベースが大きいかなと思われる方もおられると思いますが、最近はですね、スマホで聞くことを考えるとこのぐらいベースは出てる方が僕はいいなと思っています。じゃあ
マスタリングの方で確認をしていきます。まずは EQ だけを確認します。プリセットを MS ミックスバス。これを選んで、ここからスタートをします。鳴らしながらやっていきます。はい、ステレオワイドを広げます。バイパス。もう全く違いますよね。入れます。真ん中だけ聞きます。サイド。はい。皆さん今までの中で MS モードでマスタリングとかを処理していない人は今びっくりしたかもわかりません。サイドの方にはもちろん高い成分があるんですけれども、輪郭っていうのははっきりしていませんよね。ギターで言えば最後の仕上げにアコギをさらっと乗せる、キラッとさせたいためのさらっと乗せる、何言ってるのかわからんけれども、まあいつもマスタリングとかミックスやってる方だったらわかると思うんですけれども、ギターがメインじゃないということを言いたいんですが、アコギをうっすら乗せたい、そういうような時の音のようにですね、ぼやっとした音が聞こえます。もう一度鳴らしますね。はい、これミッド。両方はい、MS モードのパワー分かりますでしょうか。ステレオではこの表現はできません。はい、今はバランス悪いです。右と左が違うからです。はい、これでいいですね。これを B にコピーします。これでステレオリンクにします。はい、 MS モード。音動がとってもはっきりしますよね。そしてなおかつステレオ感がある。はい、これステレオです。
SMS モード。随分良くなりました。今はまだマスタリングプラグインを入れていない状況です。これにマスタリングプラグインを入れたいと思います。切った状態で、そして入れていきます。もうイコライダーは入れません。なぜかというと、もう整えてあるからです。リミッターを調整していきます。ハイパスフィルターもローパスフィルターも切っておきます。まずバイパスから。入れます。バイパス。入れます。このようにして音作りをしていきます。マスタリング全部 EQ も外したものと聞いてください。マスタリングバイパス。入れます。バイパス。入れます。とハイが高すぎるような気がしますけれども、まあ今日のところはこの時間内で解説しないといけないので、本来ならもうちょっと高音のところを追い込んで抑えた方がいいかもわかりませんね。ということで、今日は PQ という EQ、 これをですね、皆さんにお披露目したいと思いました。なぜかというと、日本で解説しているのは僕ぐらいしかいません。まあ特殊で話題になったものは何人かの方がやられてるんですが、ほとんどありません。それはなぜかというと、オゾン、これを使っている方がですね、まあ人工知能ということもありまして、とっても多くいてるような気がします。オゾンでは今画面に出したようなプルテックという会社のイコライダーですね。これを搭載しています。オゾンは上と下が逆でですね、まあ、AI でやってる方はですね、これがプルテックであるかとかいうようなことがあまり気にしてられない方も多いと思いますが、プルテックのとってもいいところはですね、この部分、ブーストと書いてありますけれども、この部分で上げます。この低域ですね、20Hz なのか 30Hz なのか 60Hz なのかというような、この周波数を決めたらですね、これでブーストして、アッテンっていうのでですね、今度はカットするんですね。これを1,2,3,4と上げていくと、だんだんカットするんです。同じ周波数をアップして、そしてダウンさせる。もちろん同じと言っても、全く同じじゃありません。Q のカーブとかが違うようになっているんですけれども、これでですね、ベースやキックのもやっとしたところ、なんともすっきりしないなというところを直せるようになって、このプルテックの EQP1A というですね、イコライダーが世界中でほとんどの大手のスタジオさんは入れてると思います。そんなものをオゾンは使っていまして、それと同じようなことが今回の PQ ででもできるわけです。
どういうことかと言いましたら、例えばこの辺40ぐらいのところに合わしましょう。そしてこちらの方もこの辺に合わします。 Q のカーブはどちらかというとダウンさせる方が小さくて、こちらが Q カーブがなだらか、このようにするわけですね。そしてここでブーストして、そしてここでカットをするんです。このようにするとですね、もやっとしたところが抜けていくようになります。ちょっと聞いてみてください。これをまず切っておきます。ベースだけにしておきます。はい、40Hz をブーストします。はい、ここぐらいまで行くとやはりちょっともやっとした感じが出てきます。じゃあこれを切ります。はい、バイパス。はい、ブワーンとしてますよね。このようにしてですね、同じ周波数をブーストして、そしてまたアッテンする。今やってみるとですね、急カーブはほぼ近い方がいいような感じがしました。ちょっとこちらが鋭くって、こちらが甘い感じ。バイパスします。はい、このようにエッジが立ちます。低域の 40Hz だけを触ってるだけなのに、こんな風になるわけです。今やりましたのはオゾンとかで使われているマスタリング EQ プルテック、これと同じような動きをさせてみました。皆さんもイコライザーの勉強をいろいろ重ねていただいてですね、少しでも自分の思い通りの音ができるように研究してみてください。今日は長い時間ありがとうございました。村長スタジオでした。